今回は捜査支援です。捜査という名前はですね、捜査郡に由来する地名となっております。2006年に八日市橋と捜査郡の坂町が合併して誕生しております。ということで、市の中心はですね、八日市場駅の、周辺になります。そこを周辺に国道126号線が通りまして、ほぼ総武本線と並行する形で国道が通っておりまして、そこから、九十九里の平野にかけて県道が通っている。他の駅としても飯倉駅が、捜査市内にあります。内陸部はですね、県道16号線で、結ばれております。飯高とかですね、お寺のある、ところですとか、山崎、長岡、この辺りの地域になります。内陸にはふれあいパークなどもあって、少し、丘陵部に、差し掛かる地域になっています。隣接自体は旭市や多古町、横芝光町、この辺りになりますね。で、平野の部分は基本的にはですね、工業地帯もありますけれども、農地が、基本となっております。温暖な地域でありまして、植木、苗木の産地として知られております。ということで、匝瑳市紹介していきます。人口は3万4千人の、市となっております。植木、苗木の産地として知られておりまして、千葉県北東部に位置しまして、千葉市から約40キロ、都心からは70から80キロの、ところにありまして、JR 総武本線と国道126号線が並走する市の中央部に、中央の西を国道296号線も南北に通っております。北部は複雑な地形が絡み合った台地の部分で、南部は市街地を除いてほとんどが田園地帯となっております。歴史としましては、もともと八日市橋と野坂町だった地域になりまして、2006年に、それらが合併しております。商業はモータリゼーションの進行により、ロードサイド店舗が多く見られます。カインズホームやカスミ、ケーズ電機が捜査店としてあります。地域は八日市場郵便局、図書館など公民館もあります。高校は県立捜査高校と敬愛大学八日市場高校があります。交通面ではですね、中心となる駅が八日市場駅、その他飯倉駅があります。昔はですね、成田鉄道の多古線などが通っておりまして、3駅、豊栄駅だとか、西八日市場だとか、下総吉田駅だとかですね、1946年まで、走っていた鉄道となっております。バスはですね、東京駅から、八日市場駅、匝瑳市役所に、ルートとして高速バスがあります。道路は銚子連絡道路の八日市場インターチェンジが事業中です。国道126号線、県道、市道へと降格しているのがかつてあった地域になります。現在は、新しい国道になっております。その他、県道16号、30号は九十九里の、砂浜をですね、走る県道となっております。匝瑳市もですね、九十九里浜の、シーサイドの部分も、通っておりまして、各地浜辺があります。海水浴場だとかですね、その辺りがあります。海岸ですね。で、その他、県道45号、48号、49号、56号、74号と、県道が多く入り組んでおります。神社は犯光寺や、老尾神社、観光スポットは松山庭園の美術館、ふれあいパークの八日市場、野坂のふれあい公園や天神山公園、この辺りがあります。ということで、地図を紹介していきます。八日市場駅の、北側の辺りがですね、古くから発展があります。そして、古くからですね、匝瑳という、名前が使われて、郡として、あった地名になります。で、北側の飯高の部分に平地があるものの、北側は丘陵部になります。
で、南側は、田園平地という形で、くっきり分かれているという形になりますね。そこは南北へ、各地県道が伸びたりとかですね、しております。まあ、各地発展がありますね。まあ、各地ですね、まあ、離れた部分に、住宅地が発展していたりとかしますね。まあ、これは現在もまあそういうふうにはなっています。少し丘陵部があって、また平坦地、まあ、台地に差し掛かる部分ということで、はい。まあ、くっきりですね、平地の部分と、丘陵地の部分が分かれている。で、八日市場の付近に、市街地が広がるという形。飯倉のあたりは現在も住宅街になったという形になりますね。で、昭和の頃からですね、まあ、九十九里平野の部分は田園地帯という、現在もそういう、形になっております。はい。まあ、工業団地ということで、緑平だとかですね、そのあたりはできていますけれども、基本的には、農地がほとんどという、形になっております。まあ、丘陵地も各地発展していますけれども。まあ、他の市とちょっと違うのはですね、この丘陵地の部分にも、ゴルフ場があまりなく、お寺だとかですね、そのあたりが多くなっている、地域がやはり匝瑳市になりますかね。はい。ということで、現在の地図です。現在も中心として発展しているのは、八日市場駅の、北側を、中心とした地域になります。カインズスーパーセンターが大きく、ケーズ電機とかが国道沿いにありまして、でそこから北側にかけて、まあ、古いですね、八日市場の、まあ、道があったりだとかしますね。はい、そこから北にかけては丘陵部になります。まあ、お寺が非常に多く、分布しております。で、少し北に行くと広域農道のあるまた、農地になって、でさらにまた、丘陵部に入っていくという、形になりますね。まあ、もう匝瑳市の北側にかけてはですね、ほぼ農地、平野部は農地という、形になっておりますね。一応、まあ、北側にもですね、発展はあるもの、一応、県道74号も東西に通っております。ふれあいパークとかも あったりしますね。はい。まあ、そこが多古町にかけて、つながっていたりとかですね、旭市の北側にかけてつながっていたり、します。で、南部にかけてはですね、まあ、飯倉のあたりには、新しい住宅街が建っております。そこから県道が南北に伸びていたりとかして、いますけれども、まあ、海岸にかけてですね、このように農地が基本的になっている、地域になりますね。で、この砂浜の付近まで匝瑳市という形、ビーチラインが県道30号として通っております。まあ、この辺りの南側が、まあ、かつての野坂の、地域に、なりますね。野坂村だった地域ですね。ここから、まあ、北側にかけてという、九十九里の平野を、まあ、中心としたですね、市となっております。ということで、匝瑳市でした。